カナ病。順番に。ありがとうございます。子供たちとかね、なかなかあの入院してると、殺伐とした中で、そうですね、僕らもなんかもう、病気のことは見るんだけど、そのアートっていうところも全然カバーできないので、こういうのが病院に会うだけでもね、すごく皆さん、和みますね。いろんな方とコミュニケーションを取りながら書かせていただくのも初めてで、初めてだらけだったんですけど、病院に飾る絵なので見てくれるみんなが気持ちが温まるようにとか思って書いてはいたんですけど、私の方が元気にさせられた2日間でした。本当に楽しかったです。芸術っていうのは一つのこうマジックが僕あると思ってるんですけど、ただその今の現代医療システムの中ではその医療のこう枠組みの中にうまくはまらないっていうところがあって、なかなか進んでないところがあるんですけど、患者さんにとっての幸せって何なんだろうっていうところを、もう少しこう可能性を追求できる場があるといいなっていうのが私の、まあ、思いですね。好きなんで今の気分です。はい、木の絵がほっこりしたので紫にしました。そういう活動がとっても楽しくって、でそれってとっても医療のね分野とも相性がいいなと思っていて、もうこんなに盛り上がるとは思わなかったね。これは自分がやったというよりも皆さんが作った空間で場なんで、やっぱりこういろんな人のつながりが今日生まれたと思うんで、実はね、これはイベントで終わらすんではなくて、これからがスタートなんで、本当に今回は貴重な時間、本当にありがとうございます。学部からもよろしくお願いします。